前頭共通テストもし自己採どうだったんだっていうのをね、リーディングからいきましょうか。リーディング、これ問題が悪い。続いてリスニングいきます。国語です。めちゃくちゃ難しい。一番あなたの得意な日本史です。いい問題がすごく多くて、おお、解きながら感動してたりするで、この人たちいつも喧嘩してるんで。どうぞ始まりました、もちチャンネル。さあ、今回ですね、はい、おばあぜや、どうもおばあぜです。おばあぜやって言った、なんだそれ。新しい挨拶作ったな。はい、コロナでぶっ倒れてたですね、おばたのお兄さんが復帰しましたので、いよいよですね、まあもうリクエストも来てたんだけど、もし結果じゃね、まあ自己採なのか、一応自己採どうだったんだっていうのをね、はい、見たいっていうのが来てたんで、リクエストじゃあ見せてやろうっていうことで、はい、発表どうだったのかですね、前頭ですね、はい、前頭共通テスト模試、はい、ということで、はい、おばたさんの結果じゃあ発表していきたいと思います。はい、どうでした、受けた感想は。いや、こんなもんかなって本当に率直に思いました。まあ、じゃあまずはあなたの嫌いな、共通テスト形式の英語。相変わらず、はい、なかなか得意になれないやつなんですが、リーディングからいきましょうか。リーディング77点です。あらららら、らまだ8割取れないんすか。まだ共通テスト英語8割取れないのか。なるほど、そんなに苦手。きっかけがいやらしいんですよ、本当に。だって第1問から間違ってるじゃん。第1問 B の位置間違ってるしさ。あ、そう、ちょっとだけ本番と違う形式が出たりとか。あ、そうなんだ。なんか絵から判断したりとかしたのがあったなっていう。第2問も間違ってるもんね、やっぱり。で、第3問も間違い。いや、全大問で間違ってる感じですね。なるほど。あ、第5問に関してはあのね、順番のやつ間違っちゃってるね。これ問題が悪い。問題が悪い。すいません、すいません。おいおいおい、河合塾に言う悪問だという宣言ですが、まあわかんないです。まあ皆さんコメント欄でお聞かせください。第6問は最後のやつ間違ってるね。あ、もうこれ多分疲れてたのかな。そういう言い訳すると叩かれる。そう、疲れたとかわけのわかんないこと言うと。はい。まあ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 、そういう感じですか。やっぱね、第5問第6問は早稲田志望だったらもうパッと取ってほしいですね。意外と第4問が1問だけだったんだね、情報処理系が。 なんかそう、本番も良かったんですよ、第4問。そう、すごいことに。意外と不思議な結果になりました。ただ77点、まだやっぱりね、ダメだね。やっぱまだ苦手なんですか。まあでもそのうち得意になるから。なんでそんな、ね、なんでポジティブな、どこからやってくるんだそんな。でさ、これ早稲田の過去問とかはもう入ってんの。やいやー、まだやってないですね。ああ、なるほど。で、まあただ長文の普通の読んでいくやつの方がまだ得意。まあ全然得意。ああ、そうなんだ。苦手意識がなかなかね。小倉優子さんとの戦いでもね、50点台を出したっていうですね、はい、嫌いだからっていうのもあるかもしれない。そう、そんなんだからダイジェストになるんだ。ダイジェスト、する。何の話。映像がダイジェストになってたでしょ。ああ、そういうこと。一言も使われてなかったでしょ。続いてリスニングいきます。リスニングは66点です。さらに低いですね。あららららら、やっぱ聞こえない。まあ、うんうんうん、まあ、30点アップだし。30点アップだし、ポジティブだな。何なんだろうね、むずいな。まあ使わないとは言うもののさ、早稲田で取れてくれよ。第二の坂上が泣きますよ。はい、確かに。だって第一問の初っ端間違っちゃってるじゃん。こんな、あ、違うよ、しょっぱななんて。なんか、後にすれて聞き取れるようになってきたような気がした。第2問は全部できている。第3問が1ミス。第4問の、あ、ダメですね。この4つ並べ替えるの全部ダメ。第4問が弱いね。3つしか合ってない。で、第5問の2つ選ぶのもダメですね。やっぱり、完投できてない、ね。全くこれ、もう無理だった。第5問ボロボロで、で、第6問は最後間違えてるって感じですね。うんうんうん。どうでしたか、皆さん受けた方。どうだった、受けてみて、リスニングは。僕はリスニングの難易度判定もできないぐらい、ちょっと微妙なので。なるほどね、そのぐらい分からんという。普通なのかな。普通とか言ってられない。まあまあ平均って出てからね、またデータ見てからどうとは言うけど、やっぱでも苦手意識はある、難しく感じる。はい、まあね。まあ別にやってるわけじゃないでしょ、リスニングの対策とかは。あ、いや結構やってる。やってんの。何やってんの。リスニングドリル、暴走、平さんからやってねっていう。ああ、なるほど。まあそうだね、ちょっとね、共通テストを受けるのにリスニングできてないとね。もしでちゃんとポンと上がれば共通テスト利用だって見えてくるわけですから、やってください、そこは。はい、そして何だってね、この受験企画が終わった後もリスニングができたら見えてきますからね。はい、僕はそのなんか平さんに11月までにできるようになれば別に良くないですかみたいな言ったら、うん、君はそんな余裕かましてられるコンディションじゃないですみたいな。まあその通りだ、余裕かましてられるコンディションじゃないです。はい、では国語です。
どうでした高校はやってみて。めちゃくちゃ難しい。あ、難しかったんだ、うん、あ、そういえば竹田塾チャンネルのコメントにも来てたな、なんか原文難かったみたいなの確か来てたわ。そう、ちゃんと僕復習したんですけど、うん、内容自体はそんなに難しくないんですけど、うんうんうん、選択肢がもう本当にすごいところをついてきてるというか。へえー、そういう感じで。この大門1の問3と4解けた人も僕マジ尊敬しますね。へえー、じゃあ結果いきますね。もう先に言っちゃうから。はい。じゃあ現代文が、第1問現代文が31点ですね。そして小説ですね、物語文28点。あ、こっちの方が低いじゃん。おい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 、しかも序盤めっちゃ×が並んでるんですけど、これはどういうことだい。語句の意味選べ的な感じで、うん、地味に難しくて。あらららら、そりゃ平さんに負けだよって言われるよ。早稲田受けるのに極で間違えちゃダメだよ。これもしかしてさ、1位も漢字落としてるってことこれ。ああ、そうですね、これは。おいおいおい、早稲田だよ、国語大事だよ、めちゃめちゃ。続いて古文、まあいつも難しい難しいと言われる古文でしたが、どうでした。これ10分ぐらいしかかけられなかったので。ああ、なるほどね。そう、時間はなかった。まあでもそれにしちゃできた方なのかな。30点ですね、はい。え、難かった。いや、全然普通でした。ああ、普通のレベルだったけど、取ってから嫌や、点は。時間あればな。もう一回何解いたわけ、そしたら。じゃあ時間の状況で。もう全然。そしたら簡単だなって感じだったんじゃない。普通にいきますね、うん、そして漢文が満点ですね。おお、漢文できましたね、うん、いや、漢文勉強してた。ああ、したんですけど普通にまだ苦手ですね、うん、あ、苦手ではあるけども一応満点は取った。で合計が139点ということで7割届かずと。7割もいきねえのかよ、早稲田のにつって。本当に明治受かったのかつって、またね、はい、なんでだね、っていうことで、ああ、まあね、これは確かに平さんに負けと言われてしまいますわ。もう立派な負けって言われました。そう、立派な負けです。7割いかなかったらね。国語でも苦手意識あんの。いや、ないかな。ただ、まだ解き慣れてなくて、ちょっと、うん、時間配分がまだ全然うまくいかない感じだから。なるほどね。こっから、まあ上がるかなっていう。うん、上がりますみたいな宣言を前してなかったっけ、前の動画で。なんかできるように、次はできますみたいなこと言ってなかった。その現代文のなんか成績が上がってたから、まあそのノリで共通テストもいけるかななんて思ってたら、だからそんな風にね、いかない。だから成績が上がってたら何の成績が。問題集の。ああ、正答率みたいな。そうそうそう。それで成績が上がってるって言っちゃダメだから、それは成績じゃないから。問題集の正答率が上がったイコール成績が上がったではないですから、そんな問題との相性だっていくらでも考えられるわけで、模試とかで点数取れるようになった、過去問で点数が取れるようになったとかっていうので言ってください。ただただ問題集なんかいい感じになってきただけじゃわかりません。それは本当に成績が上がったかは分かりません。はい、国語もぜひ皆さんですね、コメントでどうだったのか、漢文どうだった、古文どうだった、原文はこうだったよっていうのをね、ぜひとも言ってください。教えてください。はい、感想お待ちしております。そして一番あなたの得意な日本史です。日本史は94点。はい、やっぱり得意ですね日本史は。簡単ですかやっぱり。いや、これは今回割といい問題がすごく多くて、おお、もう解きながら感動してたレベルで。誰目線だ。本当によく復習してほしいです、これはマジで。本当によかった、これは。ただまあ2問ミスってことですね。第2問と第5問か。え、どういう感じでよかったの、もういい問題というのは。資料の読み取りとかがちゃんと史実を伝えてたというか、なんていうか、今までキリスト教徒による反乱っていうふうに教えられてきたけど、実は農民による反乱なんだよっていう、そういうのを読み取らせたりとか、そういったものにすごい感動したし、あと写真選ぶ問題とかですね、うん、ありまして、それが問題文を読めば実は解けるみたいな、うん、そういったようなヒントを拾うような問題もあったり、すごいなって思いました。ちょっと可愛い塾の作った人に感動してましたね、うん、範囲は当然広がったわけだから、古代からどこまで行くの。室町ぐらいかな。ああ、近世って書いてあるね、これ、はい、じゃあ室町ぐらいまでは行ってってことですね。なるほどなるほど。まあこれを、そうそうそう、問題の回答を移さない方がいいんじゃないですか、ネタバレに。いや、だからネタバレに使わなきゃいいんですよ。簡単な話、見ないでほしいね。簡単な話ですよ、見ないで。いや、見たい人いっぱいいるのでね、当然同じものを受けてどこを正解しどこを間違ったのかを知りたいですっていう声も来てるので。前回よりは やっぱ難易度が結構上がったなって思いますね。おお、そうなんだ。よし、じゃあ頑張って、うん、これからも。今はどうですか勉強の。いや、結構比較的調子いいですね。お、そうなんだ、良くなってきたということで。真面目に勉強できるようになったんで。おお、じゃあ次はその実力をチェックしなきゃいけないんですもんね。また小畑とですね、平さんがね、ああだこうだ言い合ってるので、この人たちいつも喧嘩してるんで、本当にいつも喧嘩してるんで、まあそこのねそこのね、中でのまあちょっとね、揉めてる点としてあるポイントが来てましたので、わかりました、そこをチェックして、本当に小畑はそこを先進んでいいのかっていうののチェックがあるそうなんで、やりたいと思います。
はい、はい、では次回の動画でお会いしましょう。はい、ぜひ参考になりましたかね、コメント欄もお聞かせください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。